ゼロワン高橋冬樹入場。さあ今日も上を目指す男、燃える向上心高橋冬樹の入場であります。全日本プロレス河野正行入場。さあ夢見た舞台に大きな足で踏み込んでまいります。河野正行の入場であります。プロレスリングノア、エイゲン遥か入場。さあ占領役者エイゲン遥かが入場してまいりました。新日本プロレス長尾浩史入場。さあ大型ヤングライオン長尾浩史が入ってまいります。長尾行けよ。ゼロワン188センチ105キロ高橋冬樹。長尾全日本プロレスコーナー192センチ108キロ河野正行。プロレスリングノア178センチ110キロ永遠遥か。高橋新日本プロレス長尾194センチ100キロ長尾浩史。長尾頑張れ。レフリー山本虎鉄。打ち鳴らされてまいりました。小脇に抱えます。腕を回します。膝を打ちつけてまいります。ロックアップ掴みます。エルボーボディースラムです。フロントからの締めを見せてまいります。ブロックします。返してまいります。フロントからのキックガードします。張ってまいります。組みに行きます。ヘッドロックで締め上げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕を取ります。させません。肘を打ち込んでまいります。腕をフックします。耐えます。あっとエルボー。ハンマーを振りかざします。ボディースラムで投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。ボールに入ります。返してまいります。腕を捉えます。巻き投げで切り返します。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、掴んだ起こし、ハンマーを打ち込んでいきます。かかり逆に返します。バックに回ります。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手にこらえると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。顔面へのキックです。掴みます。エルボーを落としてまいります。あっと返します。組みに行きます。キ
よろしく。締めに転じてまいります。ロープにブレーキしました。掴んだ。ブロックします。引き起こします。ドロップキックを放ってまいります。逆に投げてまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。ああ、打ってまいります。組み合います。切り返します。行くのか。逆に倒します。返してまいります。リング上は逆片指固めの体勢。バックドロップの体勢。エルボーでブロック。ロックアップ。逆水平。逆に返します。切り返します。逆に投げてまいります。掴みます。ガードします。打ち込んでまいります。蹴ってまいります。蹴ってまいります。ロックアップ。エルボードロップ。巻き投げで切り返します。袈裟固めで締め上げてまいります。逆に返します。組み合います。エルボーを入れていきます。逆に倒します。返してまいります。脳天砕きブレンバスター。小脇に抱えます。エルボーで返します。ドロップキックであります。逆水平を打っていきます。キックを打っていきます。腕を取ります。バックドロップで叩きつけます。逆に腕を取ります。アピールをしてまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。あっとエルボー。ヘッドバット。何だ。強烈に締め上げる。ロープブレイク。おっと逆に捉えた。円錐切り。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちになってますよ。はい。エルボーで返す。組み合った。あと逆に返した。起こした。エルボーを入れていく。あっ逆さ押さえ込み。ロープに逃れました。フロントキック。腕を取った。腕を狙っていった。エルボーを打ち込む。あっとキャッチした。あっと返した。腕を取った。抱えた。ダブルアームスープ。チキンウィングで固めていく。腕をフックした。ブレンバスター。おっと対空時間が長い。立たせていく。チョップ強烈。掴んだ。エルボー強烈。ジャーマー投げっぱなし。あっとコブラツイスト。逆エブで一気に反り上げる。あっとエルボー。あっとキック。ブロックした。ストッピング。ブレンバスター行くのか。小脇にかブレンバスターで叩きつける。エルボーで切り返す。腰に手を回した。反撃するのがここですね。コンビニ突破口を見つけたいですね。あっ逆にパンチ。コーナーに登ってミサイルキックが発射された。引き起こす。チョッパー。コーナーに振った。強烈逆肩エビが食べ。トップロープから流れ落としていった。ストンピングを叩き込む。腕を取った。あっと切り返した。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。フロントから投げていった。あっと逆に投げていった。抱き起こす。頭を掴んでエルボー速射砲。あっとネックブリーカードロップ。首ストッピング強烈。ハンマー気味のパンチ。はったー。バックアップストッピング強烈。エルボーで切り返す。いけるか。バックを取って抱え上げて、バックドロップ。ランニングネックブリーカードロップ。強烈逆エビが食べ。宣言か。顔面へのキック。強烈に決めていった。
ロープに振ってスリーパー落とすのか。小脇に抱えたエルボーで返す。ここで持っていくのか。エルボードロップ強烈。バックに回った。逆さ押さえ込みで丸める。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。掴んだ。させません。水平打ち。絞り上げる。強烈。岸壁の母の胸に抱かれました。コブラツイストに待っていった。すごい音がした。ロープに振った。逆水平。立たせていく。バックを取ってハンマーパンチ。強烈。蹴っていった。腕を回した。プレーパスタで投げつける。引き起こす。正面から投げを見舞った。起こした。一気に抱え上げてそのままバブで叩きつけた。抱き起こす。プレーパスタで投げつける。バックに回った。ラシェンスイープ。カーズを出し逆ウェブで一気に反り上げる。組み合った。ロープに飛ばした。ランニングでクブリカードロップ。張り手。顔面蹴り上げる。抱き起こす。あっとネックブリカードロップ。体を預ける。3つは入りません。腕を取った。エルボーを入れていく。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。おっとそのまま後ろに投げていく。起こした。おっと外した。ドロップキック。いけるか。ボディスラムで投げつける。小脇に抱えた。おお高いところから一気に叩きつけた。立たせていく。あっとエビ固めで丸めていく。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。対角線に飛ばした。エルボーを打ち込む。バットキャッチした。バックを取って打たせない。組み合った。巻き投げで切り返した。バックを取って抱え上げて頂点から落としていった。腰に手を回した。エビが食べて抑え込んだ。ガジェット組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。強烈に決めていった。すごい顔で打つ。絞り上げる。強烈。蹴り上げていく。抱き起こす。リバースで返した。カウント2。頭を掴んで、あっとバックに回った。強烈ヘッドバット。掴んだ。ヘッドバット連打だ。カウントは入る。カウント 2.5。 まだまだです。キック。強烈逆エビ固め。おっと逆に捉えた。エルボー強烈。
強烈、強烈に決めていった。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック、ブレンバスター、ブレンバスター。おっとこれは対空式。そのまま耐え固め、青コーナーより01佐々木義人、梶田満入場。さあ強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。コーナーより新日本プロレス成瀬正幸、竹村勝志入場。さあ強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01179cm 99kg 勝ちたー頑張れ満入174cm 95kg 佐々木義人。竹村、赤コーナー頑張れ新日本プロレス178cm 95kg 竹村勝志。竹村173cm 95kg 成瀬正幸。レフリー山本小鉄。佐々木、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ジャンピングニー、前蹴りで牽制してまいります。そのまま膝を決めていきます。スタンディングを取らせます。蹴ってまいります。延髄蹴り、リング下に降ります。リング内に戻ります。あっとキャッチした。バックを取ります。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。
キックを打っていきます。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。足を取ります。足を殺してまいります。エルボーを入れていきます。チョップであります。ガードします。掴みます。肘を打ち込んでまいります。打ち込んでまいります。抱えます。膝を使ってまいります。相手を挑発してまいります。掴んだ。あっとエルボー。テイクダウン。このポーズです。エルボー。フロントからのキック。フロントに捉えます。エルボーを入れていきます。組みに行きます。フライングメイヤー。ブロックします。リング下に降ります。足を抱えます。膝へのキックです。おっと逆に捉えた。あっと円錐切り。鋭いキックです。お気をつけください。膝を狙ってまいります。ロックアップ。お気をつけください。鉄細工。リング内に戻ります。おなじみのポーズです。リング内に戻ります。掴みます。足を狙ってまいります。ここでタッチです。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。切り返します。ストンピング。蹴りつけてまいります。ブロックします。エルボードロップ。ガードします。この辺の技の展開いかがですか。そうですね。こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。あっとエルボー。ガードします。トップロープを奪う。無人島に着陸してしまった。カバーの体勢。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。引き起こします。エルボー。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。スイッチしてまいります。ロックアップ。逆に倒します。ハイキック。10分経過。10ミリ逆固め固めに移行してまいります。ロープブレイクです。キック攻撃を見舞います。腕をフックします。2位を蹴り上げます。あっとパンチです。キックで間合いを取ります。腕をフックします。耐えます。逆水平。あ、負けろ。ちょっと上げ身に入りましたよ。ブロッキー状況か。腕を取った。腕しぎ十字固め。ここでロープブレイク。逆
殴り返した。ストンピング、すごい音がした。打たせない。腕を取った。腕折りか。ここでスイッチ、蹴り上げていく。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。あと逆に投げていった。引き起こす。あっとエルボー。立たせていく。バックに回った。逆にバックに回った。エルボーで切り返す。腰に手を回した。あっと金的か。ストンピング強烈。がっちり入った。嬉しい逆十字。あっとキャッチした。イネって倒した。ドラゴンスクリュー。ストンピングを叩き込む。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。蹴っていった。15分。ブロックした。クレイジーサイクロンが決まった。あっと逆に腕を取って、そのまま腕しぎ。バック当たって、エルボー強烈。頭を掴んでハンマーパンチ強烈。フロントキック。おっと逆に捉えた。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。ここでタッチだ。
ーに振った。逆水平スペアタックル。さあ、期待の若虎佐藤浩平が下克上を目指して入場してまいります。赤コーナーより魔界クラブ
永井三也入場。さあ、脅威の蹴りを引っ提げて参戦してまいります。この男、永井三也であります。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01 192cm 105kg 佐藤浩平。浩平くん。浩平。赤コーナー魔界クラブ187cm 108kg長井三也。レフリー山本虎鉄。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。バックに回ります。うまく切り返した。跳ね上げてまいります。あっと、キャッチした。足を殺してまいります。この試合、序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。おっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。ロープに逃れました。組みに行きます。ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。リング上、激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。2位を突き上げます。あっと、キャッチした。足を狙ってまいります。抱えます。フロントからのヘッドロックに移行します。ロープブレイク。腕をフックします。ゼロワン期待の若虎、この佐藤浩平。まだまだ荒削りではありますが、それが逆にこの男の魅力であります。ゼロワンの熱き鉄砲玉、はっきり言って怖いもの知らずです。アキレス腱固めに入ります。ロープにブレイクしました。掴みます。ストバックを狙ってまいります。耐えます。おっと、逆に捉えた。足攻めに転じます。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。掴んだ。キックで返します。おっと、逆に捉えた。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。掴んだ。エルボーを入れていきます。膝へのキックです。組み合います。逆に投げてまいります。ストンピングです。あっと、キャッチした。あっと、エルボー。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。エルボーでブロック。ハイキック側頭部。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。ローキック。ローを打ってまいります。あっと、逆に脇固めで切り返す。あっと、逆に捉えた。テイクダウン。腕を回します。逆に投げてまいります。あっと、キャッチした。あっと、円錐切り。エルボーで返します。足を取ります。
足を殺してまいります。脳を打ち込みます。ロックアップ、逆に返します。行くのか。逆に振り返した。ランニングしたらエルボー。十字固めに移行します。ロープブレイクです。あっとキャッチした。バックを取ります。エルボーでブロック、掴みます。させません。腕を回します。ブレンバスターで繰り返します。エルボー、足を狙ってまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。足を抱えます。円錐切り、腰を落とします。ジャーマー、投げっぱなし。このポーズ、足を抱えた。ここはチャンスですね。ここは一気に行くしかないですよ。起こした。バックを取って10分経過。あと膝十字で切り返す。ここでロープブレイク。いけるか。コーナーに振った。トップロープから流れを落としていった。引き起こす。フライングニール、扇子を広げた。引き起こす。あっと逆に蹴っていった。バックに回った。今頭打ったんじゃないですかね。猛転したとか打ちつけたか。小脇に抱えた。バックドロップ、コート、そのまま耐え固め。岸壁の母の胸に抱かれました。ロープに振った。ハイキック、片指に持ち込む。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思うんですよ。完全に無意識で返してますよ。張った。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。打たせない。組み合った。コーナーに振って、ガチッと組み合った。ロープに振って、ガチッと組み合った。あと逆に倒した。さあ腕しぎの体勢だ。ロープに乗られました。掴んだ。キック、ものすごい気合を入れた。腕をフックした。あっとファルコンアロー。ロッププレイングガードした。トップロープを奪う。あっとジャンピングに立たせていく。キックが顔面を捉える。引き起こす。15分経過。あと切り返した。15ミリスパース。ジャンピングに起こした。いけるか。ロープに飛ばした。ブロックした。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。頭を掴んで膝頭を入れていく。足を取った。足を狙っていった。首根っこを掴んだ。エルボーで返す。がっちり入った。嬉しい逆十字。掴んだ。強烈なキック。バックを取った。
ってバックドロップ。体がくの字だ。抱き起こす。組み合った。首を決めていった。ロープブレイク。組み合った。あと逆に投げていった。エビに固める。カウント3つ。カウント3つ入りました。コーナーより小笠原和彦、矢野徹入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。コーナーより吉江豊ブルーウルフ入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。よしえ、よしえ。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー186cm 110kg 矢野トール。177cm 82kg 小笠原和彦。赤コーナー183cm 110kg ブルーウルフ180cm 150kg 吉江豊か。レフリー山本小鉄。今ゴングが鳴りました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。キャッチした。させません。おっと、逆に捉えた。足を狙ってまいります。フロントからのキック、蹴りをぶち込みます。パンチで返します。膝を殺してまいります。抱えます。簡単にはいきません。顔面ハイキック、気合を入れてまいります。スイッチしてまいります。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、逆に投げてまいります。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。
スリーパーに捕らえます。ロープにブレイクしました。逆水平を打っていきます。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。なるほど。おっと、逆に捉えた。パンチで返します。蹴りを見舞ってまいります。おっと、キャッチした。させません。バックスピンキック、チョップが奪ってまいります。あっと、パンチです。鋭いキックです。組みに行きます。リング下に落とします。リング下に降ります。腕をフックします。あっと、リバースで返してまいります。掴んだ。キックで返します。掴みます。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。リング内に戻ります。チョップであります。おっと、逆に捉えた。パンチで返します。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。これは苦しい。超攻撃です。あっと、エルボー。逆にバックリバー。耐えます。腰を落とします。リバースで返します。スタンディングを取らせます。フロントからの投げに転じる。肉体を躍動させ。あっと、キャッチした。足を決めていった。全体重を落としていった。小股に挟んだ。リバースで返した。返します。水平打ち。ブロックした。抱き起こす。顔面エルキック。起こした。立たせていく。あっと、バックスピンキック。チョップを落としていく。体を預ける。ロープブレイク、ロープブレイク。キャッチした。させません。腕折りに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。さあ、立ち。はい、まさにレスリングハイですね。エルボーを入れていく。チョップ。掴んだ。あっと、逆にパンチ。首根っこを掴んだ。あっと、逆にキック。ここでタッチだ。あと、逆に返した。チョークで締めていった。組み合った。スペーストルネードを放った。
けるか。コーナーに振った。あっと、コーナーに据え付けた。蹴っていった。引き起こす。あっと、目つぶし攻撃。スペアタックル。起こした。バックを取って、ジャーマン肩口から吹っ込んだ。ここでスイッチ。15分経過。おっと、逆に捉えた。そのまま叩きつけていった。引き起こす。オペラホバスタンピート。立たせていく。ボディスラムで投げつける。抱き起こす。そのまま全体重を預けていった。ロープに逃れました。ブレインバスターで叩きつける。カバーした。ここでロープブレイク。腕をフックした。膝頭を入れていく。頭を掴んで、小気味のいいコンビネーションだ。引き起こす。ハイキック。決めに行くのか。起こした。抱き起こす。いけるか。対角線に飛ばした。ボディアタック強烈。あっと、裏剣。ここはチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。ボディスラムで叩きつけた。さあ、どちらがクライマックスの主役になるのか。まさに感動シンドロームであります。正面から投げを見舞った。うまく切り返した。ガジェット組み合った。あと、逆に投げていった。腰に手を回っ、スリーパーホールド。ここでタッチだ。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。ガードした。頭を掴んで、バッとパンチのラッシュ。顔面キック。強烈なローダー。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。そのまま体固め。ロープブレイク。組み合った。ロープに振った。今側頭部ですね。後頭部痛打か。トップロープを狙う。フットスタンプ踏みつけ。いけるか。フロントから落としていった。カウントが入る。ここでロープブレイク。立たせていく。奥歯を噛みしめた。カナディアンで担ぎ上げた。ロープブレイク。いけるか。コーナーに振って、重い逆水平だ。引っこ抜きか。あっと、返した。カウント3つは奪えない。切り返した。組み合った。ロープに振って、逆に返した。ガジェット組み合った。あと、逆に倒した。
をぶち込む。組み合った。コーナーに振った。あっと、コーナーに据え付けた。ローキック。かかと落とし強烈。ストーン。空手チョップだ。ガチッと組み合った。フロントから叩きつけた。引き起こす。気合を入れた。バットバックブロー。さあ決まるか。ロープに逃れました。首根っこを掴んだ。膝小僧が暴れる。キックが顔面を捉える。そのまま体固め。プロレスリングノア新世代革命児秋山純入場。さあ冷たく燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。赤コーナーより新日本プロレス自他共に認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。燃やせ燃やせ怒りを燃やせ、走れ走れ走れ、怒りの炎が天を突き破る。廃墟の中から立ち上がる。秋山、秋山、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア188センチ110キロ、秋山純。赤コーナー新日本プロレス170センチ95キロ、重心サンダーライガー。レフリーマイティ井上。今ゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。フライングメイヤー、スリーパーに捉えます。抱えます。簡単にはいきません。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。いいアタック。組み合います。ロープに振ってラリアット、ラフサッポーに転じます。ロックアップ、倒してまいります。リング上激しい戦いですが、アレスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、
まあレスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ確かにそうなりますよね。行くのか、ロープに振った、昇天カウントが入ります。ロープにブレイクしました。組に行きます。出航したノアの箱舟の推進路を常に示してまいりました。この秋山純、若き船乗りたちに鞭を入れ怒りを下ろすことなく突き進んできたこの男の視界には、今やノアの頂点だけではなくプロレス界の頂点を捉えているのかもしれません。ロックアップ、ロープに飛ばした、なんとラリアット、あと返します。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ボディースラムで叩きつけます、引き起こします。行くのか、あっと逆に丸めていった、跳ね上げてまいります、張ってまいります、あっとキャッチした、ドラゴンスクリューで倒した、ストンピングです。腕をフックします、逆に投げてまいります、腰を落とします、あとリバースで返してまいります、ストンピング蹴りつけてまいります、ブロックします、アッパー気味の小手、荒っぽいファイトを展開してまいります、組み合います、返してまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、ガードします、昇天決まった、足攻めに転じます、腕を捉えます、切り返します、バックに回った、させません、膝を狙ってまいります、起こしてまいります、巻き投げで切り返します、ストンピング蹴りつけてまいります、このポーズです。組みに行きます、逆に返します、ストンピングを叩き込んでまいります、小脇に抱えます、岩石落として叩きつけます、ロックアップ、逆に倒します、サンセットフリップ、キックを打っていきます、掴んだ、ボディースラムです、腕ひしぎに取ります、ロープブレイク、あっと逆に捉えた、切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。行くのか、エクスプロイターが火を吹いた、おっと逆に腕を取った、巻き投げで切り返した、立たせていく、腰に手を回した、あっと耐えた、なんとジャンピングに打ち込んでいく、引き起こす、これ危ないですよ、猛天粉砕か、エビに固める、トゥーカウント、まだ足りません、抱えた、これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。コーナーに振った、突き上げる想定、うまく切り返した、エクスプロイダーいけるか、あと逆に投げていった、サンセットフリップ、あとうまく切り返した、肩気味に入りましたよ、ブロッキー状況か、あと逆に切り返した、フィニッシュに行くのか、想定、さあ首をかっ切った、重を浴びせた、3つは入りません、延髄切り、
返った。対角線に飛ばした。ジャンピングに行ける。あと逆に返した。腕をフックした。リング上の殺虫剤 DDT。 抑え込んで、ここが踏ん張りどこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ガチッと組み合った。逆にロープに振った。あっと返していった。起こした。バックを取って、さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。組み合った。コーナーに振って、焦点決まった。立たせていく。ミッシャーマンバスター、黒字に折れ曲がった。抜くのか。投げ捨て式のパーバーム。抱き起こす。ミッシャーマンバスターに持っていった。引き起こす。今首から突き刺さりましたね。振り返して、トップロックから垂直に落としていった。起こした。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない。いけるか。逆に振り返した。なだれ式のフランケンシュタイナー。フィニッシュになるか。青コーナーより中村俊介、西村治入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。コーナーより永田裕二、棚橋博史入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。60分一本勝負を行います。青コーナー186センチ105キロ、
西村おさる。188センチ、104キロ、新助。中村新助。赤コーナー西村、181センチ、107キロ、田中博士。183センチ、108キロ、永田雄一。レフリー、レッドシューズ運動。西村、今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、顔面締め、永田ロック2であります。組に行きます。コーナーに振って、ラフサッポーに転じます。足を殺してまいります。リング下に降ります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。足に照準を絞るのでありましょうか。テイクダウン、外してまいります。フロントからのキック、エルボーでブロック、そのまま倒してまいります。抜けてまいります。あっとエルボー、リング内に戻ります。ガードします。ハイキック。この辺りのグランドサッカーなんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。そうですか、行くのか、逆に倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。倒してまいります。こういうペースの持っていき方がうまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。返してまいります。ここでタッチです。ダブルでいった、バックドロップ。スタンディングを取らせます。ウルネルソンの体勢、逆に返します。ロックアップ、逆に振り返してショルダーをぶつけていきます。抱えます。ブレンバスターでぶん投げます。エビに固める、岩壁の母の胸に抱かれました。掴んだ、2位を突き上げる。逆にバックに回った、バットうまく切り返した。カウント 2.5、 まだまだです。足を抱えた、今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。いけるか、フロントからのスープレックス。さあタッチ、ガジェット組み合った、投げていった。正面から投げを見舞った、ガッチリ入った、嬉しい逆十字。ノーブレイク、いけるか、あと逆に倒した。ストンピング、キック、バラする。さあ万事がための体勢だ。エルボーを打ち込む、ガジェット組み合った、逆に振り返した。
フロントスプレッジで引っこ抜いた。腕を取った。逆に返した。あっと顔面にヒットした。あっと逆にキック。あっとキャッチした。足を殺していった。強烈キック攻撃。組み合った。あっと逆に返した。頸動脈を絞り上げる。組み合った。あっと逆に投げていった。10分経過。ローミングマン、いけるか。倒していった。鈍い音が館内に響いた。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。うまく切り返した。ガチッと組み合った。コブラが締め上げていく。組み合った。逆に返した。キーロックで固めていった。ここでロープブレイク。ここでタッチだ。足を取った。イネって倒した。ドラゴンスクリュー起こした。打たせない。腕をフックした。フロントからの投げに転じる。引き起こす。させません。首根っこを掴んだ。蹴りをぶち込む。いけるか。ロープに飛ばした。はい、まさにレスリングハイですね。立たせていく。ハイキック速攻技。抱き起こす。バックドロップホールド。ホールド。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。顔面砕き式の DDT。 顔面砕き式の DDT。 ねじ切らんばかりの長田ロックスリー。ここでロープブレイク。強烈なキック。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。逆に捉えた。円錐切り。そのまま足を取った。ロープに逃れました。ここでスイッチ。首根っこを掴んだ。ストバックに突き刺さった。ガチッと組み合った。あと逆に返した。2カウント。まだ足りません。組み合った。ロープに振って、あっとドロップキック。立たせていく。あっと卍固め。
さあ腕しぎる体勢だ。ロー打ち込む。ガチッと組み合った。あっと倒していった。ドラゴンスイーパーがかかった。ミラクルファイターローキーがオーラを撒き散らしながら入ってまいりました。剣道家臣入場。天の弱な男、仮面の関節機、剣道家臣がリングに向かってまいります。プチ正信入場。さあ、ジュニアの赤鬼、私、プチ正信が入場してまいります。小川義成、入場。さあ、ヘビー級にも通用する超技巧派、小川義成が大見得を切りながらの入場であります。175cm、95kg。ローキー。カシン。181cm、92kg。剣道カシン。カシン。183cm、105kg。プチ正信。プッチ180cm、 90kg。 小川義成。レフリー和田恭平。運命のゴングが打ち鳴らされました。逆に肩をつけます。返してまいります。足を狙ってまいります。立ってまいります。
乾いた音が館内に響きます。弓を引くナックルであります。このポーズでロープに飛ばした。腕を捉えます。バックからスリーパーに入ります。エルボーを入れていきます。掴んだ。ラフ殺法に転じます。あっとキャッチした。させません。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイクです。いやらしい攻めを見せてまいります。ワイヤーマンズキャリー、ロックアップ、ヘッドシザースで返します。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。ラフな展開になるのでありましょうか。コーナーに振った。打ち込んでまいります。カウンターで返します。強烈なキックです。張ります。倒してまいります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイク、ブレンバスターに取ります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。リング下に降ります。おっと、側転からのハイキック。投げ技を使う格闘技っていうのは、受け身というものが絶対必要なんです。プロレスは柔道やアマレスと違って、投げられたら終わりじゃないですからね。そういうところが大変なんですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。おっと、逆に捉えた。腕をブロックします。リング内に戻ります。エルボー、組みに行きます。逆に投げてまいります。踏みつけてまいります。蹴ってまいります。行くのか、投げてまいります。そのまま決めてまいります。掴んだ。キックで返します。ロック、ハンマーが襲ってまいります。ロープに振った。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。ロープに逃れました。ブレンバスターで切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。鉄拳を見舞います。顔面に突き刺さります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、足に照準を絞るのでありましょうか。エンジン蹴り、ストロボ効果、フラッシュミングエルボー、カバーの体勢。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。耐えます。組みに行きます。逆に返します。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。ブレンバスターで切り返します。引き起こします。リバースで返します。荒っぽいファイトを展開してまいります。張ってまいります。張ります。ロックアップ、相手コーナーに振ってストマックへの攻撃であります。ストンピングです。バック、気合を入れてまいります。エルボーで返します。ネックリーカードロップ、掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。ガードします。ストンピング、蹴りつけてまいります。リング内に戻ります。強烈に打ち込みます。北方流の浴びせ蹴りか。抱えます。切り返します。サイドスープレックスで叩きつけます。ロープに振って乾いた音が館内に響きます。自らキック攻撃を見舞います。掴んだ。キックで返します。腕を取ります。逆に返します。腰を落とします。腕をフックします。ドリラホールパイルドライバー、させません。ライリングしてネックブリーカー、引き起こす。バット、バックに回った。バックを取って逆にバックに回った。エルボーを入れていく。バックドロップ。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。放っていくのか。リングに戻ります。10分経過、顔面蹴り上げる。バット、キャ
あっと逆に足を取った。重いですね一発が。ちょっとカウンターになりましたよ。グロッキー状況か。あっと円錐切り。立たせていく。ランニングレッグブレイクアタック。あっと浴びせ蹴りだ。フェニックススプラッシュ。不死鳥が鳴った。カウント 2.98。 これでも決まりません。あっと逆に投げていった。起こした。気合を入れた。抱き起こす。あっとそのまま腕を取った。ここでロープブレイク。腕を取った。強烈なキック。あっと切り返した。あっと逆に捉えた。あっと返した。フィニッシュになるか。カウント2。ブラッシュリングエルボー。小股に挟んだ。リングに戻ります。掴んだ。鉄拳制裁ナックルアロ。足を取って切り返した。引き起こす。ロープに逃れました。エルボーで返す。逆に返した。マクイエビ固めで押さえ込んだ。抱き起こす。カウント 2.9。 グレンバスター行くのか。すごい形相で締め上げていく。ストンピング。小脇に抱えた。リバースで返した。カウント2で返します。エルボー強烈。倒し、あっと膝十字で切り返す。ロープブレイク。頭を掴んでグーの鉄拳制裁。あっとネックブリカードラップ。ストンピングを叩き込む。立たせていく。ブレンバスターで切り返した。リバースバイパーで固めていく。無人島に漂着してしまった。あっとうまく切り返した。あっとそのままジャックナイフで固める。起こした。トラースキック。喉元。立たせていく。ハンマー気味のパンチ。ストッピング強烈。起こした。蹴り上げていく。首根っこを掴んだ。あっと逆にキック。抱えた。あっと逆に投げていった。一気にスパークするのか。抱き起こす。フィッシャーマンスープレックス。トゥーカウント。組み合った。コーナーに振った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。いけるか。対角線に飛ばした。キック決めに行くのか。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。ヒールキックがこめかみに入った。引き起こす。あっとリバースの DDT。 トゥーカウント。まだ足りません。腕を取った。腕を壊しに行った。バックを取って。ビクトル式の嬉しい逆十字。腕を回した。あっと逆に丸めていった。ロープに逃れた。ちょっと強烈。抱き起こす。ガチッと組み合った。コーナーに振ってトップロープを奪う。腕をフックした。あっと DDT。 起こした。あっとバックリバ。あっとネックブリーカードラップ。抜くのか。これはポイントになりそうですね。そうですね。ここはチャンスですよ。見栄を切った。あっと逆に蹴っていった。逆にバックに回った。バックを取り返す。小脇に抱えた。うまく切り返した。20分経過。3つ入りません。
フロントキック、奥歯を噛みしめた。ジャックデイフのパワーパン、3つは入りません。ランニングでクリカートラップ、抑え込んで完璧の母の胸に抱かれました。立たせていく、浴びせ蹴り強烈、引き起こす顔面やるキック、浴びせ蹴りバックに回った、バックドロップが綺麗にセンスを広げた。蹴っていった、ブレンバスター行くのか、あっと垂直落下式のブレンバスター、あっと逆に切り返した、抱えた、もうこ原爆がダメ、カウント2.99、あと逆にパンチ、キャプチュードで捕獲した。立たせていく、タイガー投げ捨て、肩口から落っこった、引き起こす、引っこ抜きか、打たせない、エンジン蹴り、片エビに持ち込む、ロープブレイク、組み合った、対角線に飛ばした、スペースローリングしてのハイキック、湧いてこい俺の力、逆にロープに振った、スペースローリングしてのハイキック、さあ決まるか、ロープブレイク、ロープブレイク、あとキャッチ、キャプチュードに持っていった、ドラゴンクラッチで締め上げていった、ガジェット組み合った、コーナーに振ってかわした、腰に手を回した、飛びつき式の嬉しい逆十字、ここでロープブレイク、25分経過、25 minutes passed、 抜くのか、投げっぱなし、パワーパーム、強烈ドラゴンクラッチ、ロープに逃れました、タイガースプレックスホーク、ロープに逃れた、コーナーに振った、あっとロープを使って首を強烈に締め上げていく、腕しげ入った、ロープに逃れました、いけるか、ロープに振って強烈に叩きつける、ドラゴンクラッチで締め上げていった、岩壁の母の胸に抱かれました、起こした、あっとシャイニング式のニールキック、浴びせ蹴り強烈、腕をフックした、タイガースプレックスで投げ捨てた、これで決まったか、カウント健介入場。さあど真ん中を追求してまいります、この男マッスルエリート佐々木健介であります。
赤コーナーより破壊王橋本真也入場。怒りと憎しみ、まさに遺恨生産。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー180センチ、115キロ、佐々木健介。赤コーナー183センチ、135キロ、橋本真也。レフリー山本小鉄。橋本木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。2位を蹴り上げます。キックを打っていきます。腰を落とします。ハンマーを振りかざします。組み合います。ロープに振った。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。ローを打ってまいります。パンチを打ち込んでまいります。蹴りをぶち込みます。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。コーナーに振って、パンチで返します。ここは戻ります。蹴り切りで打ってまいります。逆肩指固めに移行してまいります。ロープブレイク、腕をフックします。外してまいります。掴みます。させません。逆水平を打っていきます。逆らう者は全て根絶やしにすると語りますこの橋本真也。自身の目標であります天下富武、そしてゼロワンのさらなる発展を目指し、今宵も得意の爆殺シューティングで対戦相手を蹴り壊すのか。ショルダータックル、エルボー、行くのか。倒してまいります。さあ粘着質激しいこの三ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。まあそうですか。逆に倒します。します。起こします。リバースで返します。抱えます。ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、返してまいります。起こしてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。この攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。スタンディングを取らせます。強烈に打ち込みます。そのまま倒してまいります。雄たけびを上げます。組みに行きます。ロープに振って、打
打ち込んでまいります。組みに行きます。逆に返します。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。ちょっとは入ってまいります。エルボードロップ、掴んだ、パンチで返します。腕を取ります。切り返します。行くのか、逆に投げてまいります。ロックアップ、逆一本、引き起こします。小脇に抱えます。バックドロップ、引っこ抜き、引き起こす、エルボーで返す。反対気味に入りましたよ。グロッキー状況か。あと逆にキック、させません。組み合った、ロープに振った、ラリアット投げ倒し、フィニッシュに行くのか。あとラリアット、リング上の終身刑か。監獄がため、ロッププレイク、コーナーに振った、打たせない、リングに戻ります。首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、ラリアット、10ミニファイル、ナダル式パワースラム、愛を預ける、カウントトゥー、抱えた、ブレンバスターで切り返した、抱き起こす、今後だったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。立たせていく、ラリアット、アームバーと消さぬ複合技だ。岸壁の母の胸に抱かれました。ブレンバスター行くのか。あっと耐えた、腕をフックした、あっと逆に投げていった、さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。ガチッと組み合った、ロープに振って、カウンターで逆一本強い、起こした、いけるか、ロープに飛ばした、ラリアット立たせていく、さあ首をかっ切った、バックに回った、いない、